半紙しも。片絹と袴が同じ生地で作られている。片絹の両胸と背中に門が入っているのがわかる。紙下とは和服における男子の清掃の一種。紙下はは、片絹という上半身に着る、袖のない上着と袴の組み合わせで成り立ち、それらを小袖の上から着る。その多くは、片絹と袴を同色同質の生地で仕立て、片絹の背と両胸。 袴の腰板の4箇所に門を入れている。上と下を人揃いのものとして作る衣服であることが命名の起源である。ただし、継紙下といって、肩絹と袴の色や生地がそれぞれ異なるものもある。室町時代の頃に起こり、江戸時代には武士の兵服、または礼服とされた。百姓や町人もこれに習い式日に着用することが多かったので、現在でも、 伝統芸能や祭礼などにおいて用いられる。また、公家においても江戸時代には、杉上下を日常に着用していた。当初は、上下と表記されたが、江戸時代のうちに、と書かれるようになり、さらに、上下と合実化された。上で述べたように片ぬには、袖がないが、袖なしの衣服は、金星以前より用いられていた。ただしそれらは袖をなくすことで動きやすくする庶民の、 普段、木または、作業着であった。また、本来は、仮衣や水管、ひたたれ、巣王など、これらの上着と、同色同室の生地で袴も仕立てることを、上下と称した。織田信長像、かの秀筆、天正十一年。片衣の形や袴の合い引きにも門があるなど、神下としては、江戸時代以前の古い様式を表している。 片衣と袴の組み合わせによる神下の起源は明らかではないが、江戸時代の古実書、青表紙には、室町幕府将軍、足利義光の頃、内野合戦で素王の袖と裾をくくって用いたことに始まるという伝承を記している。松永久秀、または、この江崎姫さんが用いたのを始まりとする話もあるが、確かではない。文献での使用例をたどると、 天文の頃には肩絹に、袴の姿がすでに一般化していたと見られる。その後江戸時代に至り、肩絹と袴の上下が平時の略礼服として用いられるようになった。中村倉之助像、小形降臨室、元禄十七年。描かれている神下は、現在見られるものにかなり形が近くなっているのが、伺える。元は、巣王から、 袖と胸紐を外しただけの構造であったらしいが、やがて片絹の前身頃にひだを取り細くして、打ち合わせで切るのではなく、袴に裾を差し込む形に変化した。その後さらに肩幅を広く取ることが流行し、元禄年間には生地幅一尺に至りこの寸法が固定した。江戸時代中期には、鯨髭を入れて肩を張らせる仕立てが現れる。 後期には逆に肩の線を丸くすることが流行ったと言われ、現在でも一文字とハマグリとして両方の仕立て方が残っている。門の位置は、巣王と同じく肩絹の背と両胸、袴の腰板と合引きの六箇所が本来であったが、江戸時代になると合引きの門は略されるようになってゆく。また袴も、江戸期には大名とおまみ以上の旗元は礼服として、 長袴を用いる習慣が生まれ、これを長紙しもと称す。下に切るこそでは、江戸期には正式にはのしめもしくは片びらと定められ、色目にも身分差が設けられた。古くは木綿で仕立てた片絹もあり、シュスやドンスで仕立てた紙しもも普通に用いられたが、後に生地は朝をもっぱらとし、その他は流紋に限るのが一般的になった。 また法歴年間には、古門の神下が流行し、江戸城内で登場した大名たちが、自国の古門の成功さを競う風潮も生まれた。幕末になると、神下に変えて羽織袴を平常服とすることになり、慶応三年の大政法官員を、公人が神下を着用することは廃されたが、伝統芸能や祭礼などの民間の諸行事においては、現在でも用いられている。 よろずありむねとも、こう、もめんかたぎぬめされ騒ろう、なかなかみわるく騒ろう、やめられるべくこう。中世法制資料集、第三巻武家家法一百九十四ページ。昔は士官の人なども、主ュ純子などの上下をきたるなり、今も、越後の農家などにて婚姻など晴れの時は、純子金の上下を、養服と聞けり、議場にては、常のことなり。 これらもみな古風の名残というべし、電気作書には、初代、嵐ひなすけが、石川五右衛門を演じたとき、五右衛門が、くげに化けて、餅屋に現れる場面で次が見も起きたことが次の、ように記されている。餅屋、馬、中納言となり冠無理小族にてのでも、ひなすけは、京都芝居にて世子よりは、次上下にてして、当たりを取りしとぞ。ただ十三里の道なれど、は、 国家衆の通行を毎度見来たり、何話の者は、苦行といえば、いつも冠無理族なりと思う者多し、故に、大阪にては、たとえ背けたり、とも、国家といえば冠小族にてし、京都にては、次上下にす。ありがとうございます。